はい、どうも、皆さんこんにちは。今日10月の21日の、日曜日です。本日ですね、八王子で行われた、東日本マスターズ、100m だけだったんですけども、参加してきまして、今ですね、帰ってきて、ちょっと、お腹空いたんで、普段じゃ絶対食べないんですけどね、まあ、今日ぐらいはちょっといいかなと思って、ほっともっと行って、とんかつを買ってきました。はい、ご飯も大盛りです。まあ疲れたんですけど、まあとにかくお腹すいたんで、とりあえずね、ご飯を、食べたいなと思います。はい。では、いただきます。いやー疲れた。おいしい。もう今日だけはちょっとね、いいかなと思って、はい、美味しかった。はい、ということで、改めまして、今日ですね、東日本マスターズ、参加された皆さん、お疲れ様でした。またね、何人もの方から声をかけていただきまして、ありがとうございました。今日のですね、まあ、僕は 100m、1本だけだったんですけども、 100m の結果はですね、プラス 1.2 メートルというね、なんか好条件の中だったんですけども、タイムがですね、12秒70ということで、まあね、ちょっと狙っていたタイムよりも、まあちょっと遅かったんですけどね。まあこれが良くも悪くも、まあ本当に今の自分の実力かなと、まあそんな感じでした。ただね、それはまだまだ課題がいっぱいあって、もう本当に加速感も力がないし、トップスピードもやっぱり出てないし、で、かといってね、後半がうまく走れるかというと、そうでもなくて、まあ、最初から最後までね、悪いところばかりといえば悪いところばかりなんですけども、先週の山梨マスターズでね、12秒8で1週間で、まあ、どうこうできるっていうわけじゃないので、まあ、大体のね、予想は自分の中ではついていたんですけども、まあ、平平凡凡なタイムということで、はい、そんな感じになりました。で、その後ね、まあ、101本だけだったんで、せっかくね、そのトラック行ったんで、15プラ100を、レスト8分で5本か、やって、まあ、とにかくその 100m は、リラックスしてね、腕を振って、まあ、無駄な力を使わないでね、なるだけその設定タイムで、5本走り切れるようにっていう感じでね、練習をしてました。はい。で、まあ、あとね、2週間後、11月の4日の日曜日にも、甲府のね、コセスポーツ公園の方で、山梨グランプリファイナルかがありまして、100とね、400に出るんですけども、2週間でね、自分の力を劇的に変えるとかっていうことはできないと思うんですけど、まあ、とにかく、それでもね、できることを、最善を尽くして、最後のね、
試合に挑みたいなと、そんな風に思います。マスターズとかにもなってくるとですね、練習でできた走りが試合でできなくなってしまうっていうことは多々あるんですけど、逆に練習とかでできなかったことがいきなり試合でできるようになるっていうことはね、ほぼ、ないので、やっぱりもうとにかく練習の積み重ね、自分の課題をしっかり持って、そのね、課題を意識した練習をとにかく積み重ねていくしかないなっていうふうに、思ってます。まだまだね、自分の実力は練習を考えていけば伸ばせるなっていうふうには絶対思っているんですけど、うまくいかないからこそ、なんかそのね、価値があるというか、面白みがあるというかね、自分の目標がこうタイムが出した時の喜びもね、大きいのかななんて思って、まあとにかくね、これからもっともっと頑張っていこうと、そんな風にね、今日の試合で思いました。ということで、あと2週間、今日はまあ好きなもの食べちゃったんですけど、また明日からね、試合に向けて、いろいろなことを管理しながら頑張ってやっていこうかなと思いますんで、まあとにかくね、懲りずに動画の方もね、よろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画はこれで以上になります。いつもね、本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。